しいね。ここここよいしょ、これメルさん大丈夫か？ねえ、聞こえる？聞こえる？大丈夫か？聞こえてない、絶対。お願い！気づいて！入ってないんだよ！彼どうしよう、どうしよう。お願い、小柳、頼む！なんとかして、ちょっと汲み取ってくれ。ちょっとメルさん、病院まで連れてきます。わあ、やっぱさながらヒーローやな。小柳、VC の付け方教えて。ボイスの設定わかる？わかんない、わかんない。天才だこいつ。わかんないよ。どうしたらいいの？わかんない。わかんなそうだ。そう、わかんない。え、待って。ちょっと待って。意思汲み取る力100。やばい。2時3時から、私の後輩でデビューしています小柳朗さんです。ぜひこの素晴らしいヒーロー皆さんぜひよろしくお願いします。ボイスの設定しようか。ちょっと待って、そうこれどうしたらいいの、お願い教えて。そしたら治りません。ありがとう。これどうしたらいいのかしら。なんか治療後はちょっと待って、分かんなかったら5分間で間これ何したらいいの。ご苦労様です。分かって、はい、分かったら、はい、役職なんですか。怪我治療なんで役職分かんない。ヤクザや、ヤクザや。ヤクザで決まっとるやろ。お願いします。車に乗るってどうやって。バイロー F 必要枠だ、必要枠。 FT、FT、FT。 怪我治療してもらった。さながら喋られてるみたい。なんかボディーランゲージのみか。あ、待って、でオプション入力デバイスの方で、うんうん、オンにできる。待ってて、どう、それでどう、ね、来た。メーターをもう右まで、その下にある青いメーターを全部右まで、下よ。多分 D でなんか動くようになった。あ、オッケーオッケー、聞こえる聞こえる聞こえる、え、聞こえる聞こえる聞こえる。ねえ、マジでありがとう、本当に。ねえ、神、もう配信中だった。お前ヒーローまあまあヒーローよ。でも今日からメルさんもヒーローよ。本当に孤独な世界だったんだよ、誰にも。なのにさ、小柳だけさ、なんかわかんないけどさ、ちゃんとさ、言葉が通じててさ、ボイスチャット聞こえてんのかと思ったわ。ああ、そう、会話成立してた。成立してた。あ、マジで。病院に連れてってあげて。誰を、誰を。あ、よし、頭のお花。まだ病院行くよ。まあ、ありがとう。ギリ顔ない。まあまあ。オッケー、行こう。行こう。レッツゴー。の車なんだ。意見間違えました。わあ。ちょっとこれ。やばい、死ぬ。やばい。ではない。死ぬ、やばい。大丈夫、大丈夫、大丈夫。やばい。俺が本職ついたら説明するわ。あ、やばい、俺ダウンする。オッケーオッケー、ダウンしたら俺か。ヶ月だけ渡しますこれ。ごめんね、待って、急いで乗るっす、急いで乗るっす。はい、乗るか。で死ねば最悪。あー、くそ。あー、にも救急的な。怖い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 。うわ、スーパーヒーロー。犯人追跡中？いや、指名手配なんでちょっとパトロールしてます。危ないかも。はははは、え、アイアンマン。すいません、今動ける警察の方いますか。連絡ありまして、7231に指名手配犯います。はい、メカニックに今指名手配犯が大量にいってるらしいので、ちょっと急いでお願いします。元ちゃん。あ、待って、カナエさん、俺やばい。ちょっとカナエさん、大丈夫ですか。カナエさんにヘリを粉々にされた。あれ、大丈夫ですか。あれ、ちょっと、撃たれたら、F 行ったら3回撃たない。大丈夫ですか。じゃあ、お任せしちゃって大丈夫か。あ、蘇生お願いします。必要ならお任せください。
あ、お願いします。ここだ。何があったんですか。今から治療始めます。じゃあアイアンマンと衝突して今粉々になりました。ヘルが。そんな大変。ソフィアさん、ソフィアさん、ソフィアさん、はい、今これ俺のやつ事故で通りすがりなアイアンマンにヘリ粉々にされたって伝えてほしい。無線で。小柳さん事故です。通りすがりのアイアンマンに粉々にされた。あ、なるほど。指名手配発動してるっすよ。でも一旦手続きを。いや、ありがとうございます。大丈夫、ね、大丈夫。ちょっとカナエさん、どうだったの。俺のヘリ粉々になってる。あれ多分これで大丈夫。通りすがりのアイアンマンに俺のヘリ粉々にされたんですけど。ぶつかった衝撃でましたね、あれ。そうです、ヘリ消滅しました。ちょっと鳥になった。めちゃくちゃ体ボロボロなんですけど。大変だ。そうなんだ。話を聞いてくれよ。体頑丈すぎるっすけど。揺れるって当たり判定あるんだ。そうですね、かなえさんがブレードに当たった瞬間マジで粉みじになりました。星川がやってくれって。やってくれって。星川さん、待って待って、どっち信じる。やばくない、言うわけないかな。俺目線どっちもやばいから。俺もかなえさんが手錠したんだよ、星川に。いや、パトロールしてるヘリに突っ込まないでください。大丈夫ですか。50枚でございます。なんか夜にさ、警察署行こうか。よろしくお願いします。カナエさん、今ここに指名手配犯集まってるって言うから向かってたのに。一人910万円なんですよ、ここ。ごめんよ。まさか落ちると思わなんだ。いや、全然全然。かわいいか聞いてみようかな。イエオヒマの星レベ少年ね、ロウくん。はい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 、はい、かわいい。いや、もちろん、それはもちろん。うん、どこが特に可愛い。ちょっとバレンタイン君、いつもより可愛くしてみたんだけど。いや、それはドーラさんの治療費よ。アイコンタクト変えました。え、ロー、アイコンタクト変えました。バレンタイン君、何、アイコンタクトを変えました。あー、もう変えたかも。このギャングの、どこが特に可愛い。カチューシャーつけました。誰も知らないんだ。あれ、ロー君、ゲームの見た目をさ、ストレートに言ってみて。コラさんと同じ。ローサー、ちょっと待って、俺ね、今一世一代の大ミッションこなしてる。ちょっとストレートに言って、見た目。助けてくれ、くれ。いや、もうそれはなんかちゃんと身の回り気にしてるのかなっていう、そう、カールだったり服装だったり。ロー君には、あれ、今ハゲてない。いや、フレンズ、フレンズは何もしてないっすよね。あれ、ロー君今ハゲてない。ハゲてないっすよ。こいつ写真撮ってるのか。え、何だったんだ俺の今の緊張マジで。え、な、え、え、え、私綺麗みたいなノリで。これミスったら首いかれるんだって思ってたのに。え、違うんだ、しかも。え、違うことあるんだ。口裂け女みたいな感じで質問してきたのに、正解ハゲかハゲじゃないかの二択なの、えぐい、普通に。ははっ、普通にえぐいんだけど。誰が答えれる。カラコンね。アイコンタクトってなんだ。そのハゲってリリムか、それもしかして。そのハゲ。待って待って、今ハゲてる。マリキなんで、私から見るとすごいハゲになっちゃってる。今ハゲてる。あ、見られてる。ハゲちゃってます。え、今ハゲてる。青い服でなんかハゲちゃってる。え、ちょっと待って、ちょっと遅いから。ハゲちゃってるんだ。え、ハゲてる。今ハゲてるよ。え、やだやだやだ、可愛くない。え、エビオ今ハゲてる。あ、今ハゲてる。10円に。え、10円 ?2000 円ハゲ。え、全ハゲじゃなくて、全ハゲじゃない。2000円ハゲ。2000円ハゲ。え、イブのこと写真撮ってる。証言聞こう。写真撮ってもいい。あまりにも、え、ちょっと送ってみてよ。突っ込まれたって感じだったんですよ。いや、ハゲってます。裏切り者の感じ。なんでこれバグってるな。後輩に、可愛いと聞いてみようか。お使いお願いできる？あ、全然いいですよ。でも金ないよね。いや、え、めっちゃ高いっすかそれ。いや、別にめっちゃ高いわけじゃない。あ、全然いいっすよ。けど、すぐそこのコンビニあるじゃん。はいはいはい。すぐそこのコンビニでさ、オキシゲンチューブを買ってきてほしいんだよね。いくつ欲しいですか？買えるだけ。買えるだけ。そう、でも重くて
多分15個ぐらいしか持てないから。で、かかったお金、あの、警察で払うから。はいはいはい。頼む。了解です。てー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 。てて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 、ウェイベベ、え、はず聞かれてんだけど、聞かれてんね、お全部聞かれてんだけどマジで、最悪なんだよマジで、恥ずかしいやつ、出だしから最悪なんだけどマジで、怖いな。え？ボンベついてるし、みんな。佐々木さん、準備いいですか？ちょっと待って待って待って、息たくさん吸ってください。3、2、1、1、はい、じゃない、大変だ、いじめられすぎてない、やばい、手錠、手錠が、してくれる人いませんか。 ID35 です。オン売っとこう。いや貸さなくていいかな。なんで絶対返さないもんな。何倍で返すんだろうね。 1円送ろう。1円、いいね、1円。冷やかし。はい、もしもし、あ、もう分かっちゃった、はいで分かっちゃった、1円の人ですね。なんで、なんでそんな、え、なんで、どういうことですか、なんでわかるんですか、そんな、なんですか1円の人って、ちょっとやめてください。てか誰ですか、え、なんで俺だと、え、あの、あなたの電話番号から振り込まれてきたんですよ。見えんのかよ。え、なんで100万円欲しいんですか、はい、あの、車が欲しくて、逃走用の車が欲しいんですよ。逃走用、なんか逃げてんすか。あ、逃げる予定があって、今後。あー、逃げる予定がある。タクシーやってるんで、よかったら使ってください。あー、なるほど。じゃあそしたら今度なんか大きめの犯罪みたいな起きる可能性があるんで。大きめの犯罪、はいはい、それちょっと知らないタクシー運転手なんですけども。いや、ちょっといいんじゃないですか、ちょっとエンタメ、まあ、もう知らないですけど、うん、知らないですよ、その犯罪については。はいはいはい、私運ぶだけですから。あ、そうですよね。するときはお呼びください、はい、じゃあ。あ、本当ですか、ちゃんと来てくれます。いけそうだったら行けそうだったら行きます。あ、いけそう。はい、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 じゃあ1円で頑張ってください。100万貸してくれる人いませんか。 ID35 です。あっしょ、え、ゼロ、無理だよな。もう1円来てた。え、なんなんだよ、なんなんだよ。許さん、あた許さへん、本当に。1円2、電話かけてやる。はい、もしもし。もしもし。はい、もしもし。すみません、先ほどあなた1円を振り込みましたか。あ、ちょ、後ろか、もしまで戻っていいよ。じゃあ、お前、うん、ぶち、あらぶるな、これ。おい、人の話最後まで聞けよ。もしもし。あ、すみません、はい、もしもし、どうしました。あなた先ほど私に1円を振り込みませんでしたか。はいはいはい、1円、私100万円を望んだんですけど。何されてるんですか、そんな100万円望んで。あ、まあちょっとある事業を立ち上げようと思って、その資金額に。はいはいはい、あ、はい、事業を立ち上げるということでしたら、一応警察の方で確認しますので、はい、ぜひ今週までお越しいただいてお話聞きますよ、そしたら。いやいや、なんでそんなことしなきゃいけないんですかね。登録とかいろいろあるので、ぜひお越しください。本社で待っておりますので。無理に決まってんだろ、ボケ。俺基本的に犯人についてくだけでアタックしないようにするから、もし GPS 見犯人見失ったら俺が教えるから、その方向を向かって。わかりました、ありがとうございます。ありがとうございます。いいです。え、ははは、え、追います。あ、あれ、徒歩で逃げてます。
その声は。助けてください、水中の中です。はい。こうしてフットワーク、ホップ救助、トグル、オッケー、どうすか。対策できるんか。よいしょ。助けてくれ。もう息が。息が、息がもう対策。えぐい。息が。ちょっと待ってね。ごめんなさい。記者も死にました。助けて、死にました。え？え？ここじゃねえのよ。おい、医者。いや、成功したと思ったんですけどね、普通に血吐いてしまう。銃返してくれんだよ。じゃあ銃返してよ。無理よ。返せよ。限界だっつって水に飛びやがって。やってんだお前。バカっつったか今。バカ。嘘嘘嘘、かっこいい。老朽かっこいい。ね、赤木。ねえ、どうかな。かっこいいな、どうかな、それは。こいつ罰金だろ。こいつ新プリズンだよ、ここから。こいつ罰金だろ。やめろやめろやめろ。こいつ罰金だろ。今からプリズンだよ。この同業じゃないか。この警察プリズン行けよ、早く。これ何？家の中入った？中入ったかもしれない。あ、限界こら。開けてください。こんにちは。こんにちは。金井さんいる？怪しいものじゃないです。はいはい。え、誰だった？シュシュド。クズハさん。はいはいはい。おっと、こんにちは。こんにちは。ドアとかさ、ぶっ壊せない。こんにちは、遊びに来ました。いいですか、お邪魔しますよ。場所どこって言ってた？麻雀の卓があるって聞いて、この家に。遊ばせてください。みんなで麻雀しに来ました。麻雀しに来ました、みんなで。お願いします。ワンちゃんお願いいいですか。あーそーぼー。あーそーぼー。あーそーぼー。学校行こうよ。みんな待ってるよ。学校行こうよ。陰キャなの。怖くないよ。あーそーぼー。そうだったんだよ、もう事前情報知らないから俺。あーそーぼー。まるまるくん、あーそーぼー。学校のみんな待ってるよ。揚げパン持ってきたよ。あーそーぼー。発酵させた揚げパン車に乗ってるよ。牛乳あげるから。一個だけまだあるよ。ちゃんとデザートも取ってあるよ。まあ確かにちょっと協力してくれたから。はい。うわ、俺一人で行きます。はいはい、帰れ。じゃあね。向かってるんだけど、ちょっと投げキスきついて。え、小柳は誰さん？誰さん？あれ、蘇生してもらうんじゃない？あ、いった。そう、海瀬くんに。はいはい、任せてください、任せてください。あ、全然ゆっくり。本人が痛いんだ。まず指導さんを助けて。本人、あ、そうよそうよ、本人が痛い今。そして、カナスさんの投げキスで精神的に今きつい。投げキス離れます。投げキスもらっちゃった。いいじゃないですか。いいじゃないですか。よかった。投げキスえぐいな。とどめ刺された、あれで。やばい、働きすぎで倒れる。あっ、ロー投げキスだけど、うん、まっ、うってなったから。止まらんかい。ああ、お前くっそ、ローリングすりゃよかった。許せねえな、マジで。ガチガチで、あいつ大丈夫っすか。ローさん、どうしたっすか。え、前ホシルベしようとかいうやつはマジで許せ。いいよいいよいいよ。ホシルベ車ボコボコにしてさ、俺が。おい、銃撃だな。ここで待ってたら殺されたわ。連れてきました。村にナイス。サクさんが、てめえこれいい。ナイス。てめえこれいい。おめえプレイヤー殺人300万だからな。300万だからね。覚悟しろよ、これいい。マジてめえプリズン12時間だからな。やってくれたな。マイクパーツ。うん。今入ってきましたね。まだ大丈夫か。やべえ。貴様。マンナはなんかついた。なんかわかんないけど。こうやってみろ。エグさんいますか。拳銃の訓練足りないみたいなんで、特別講師お呼びしましょうか。違うやん、お前。あれは。あれは違うやん。普通に銃、お互い向き合って、ね、諦めようやの流れやん。諦めてくれるんだ。違う、お前がだよな。いや、もう、じゃあ次交渉するわ。普通に、殺すよ。すいませんでした。
まあ、うん、まあ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 いつでも協力するから、かわいい服、かわいくなったね。そういう会話してる。あ、見える？見える見える、かわいいじゃん。でしょ、かわいい、かわいい、かわいい、頑張ってくれてる。担当してるやん。おはようございます。あー、びっくりした。おはようございます。めちゃくちゃびっくりされた。挨拶しただけ、めちゃくちゃドン引かれた。挨拶しただけで、そんなに怖いか俺の声。誰にリリムさんにめっちゃ怖がられた。俺挨拶しただけで、ギャングボスの声で。ちなみに一番低い声って、一番低い声ってどこまで出んの？あー、これぐらいですね。いや、ローレンさんも変わらんす。いや、もう俺声ガラガラす。頑張りすぎ、それは。反動でいくから。あ、おはようございます。俺も高い声出しておきゃよかった。はい、おはよう。あー、やった。エグスさん、おはようございます。治った？おい、俺、やっといた方がいい。治って、やっといた方がいいよ。やって、エグスさん大丈夫？はぁ、誰だよ。笑いすぎ、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 今の誰？えぐい、えぐい、えぐい。そんな声出んの？引き笑い、えぐい。いや、俺喉枯れたら引き笑いしかできなくなってる。頑張りすぎなんですよ、それは業務。小柳くんも一回宝石店行ってもいいかもね、これ。いや、でも、みんな強いんで任せます。あ、ほんと分かった。じゃあ、ローレンさんこそ行った方がいいんじゃないですか？うん、僕大丈夫です。普通に喋ってもらっても大丈夫ですか？誰？普通に喋ってもらってもいいですか？うん、ありがとう。リリムさん、いつもありがとう。それやめてください、それやめてください。あげるよ、待ち受けにしよう。ちょ、ロー君、ロー君、待ち受けにしよう。はいはいはい、ロー君、これしよう。ホーム画面で設定しよう。これ、俺もホーム画面にしようか。どれ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 。エアガン。ちょっと、エグい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 。写真撮りたかった。助けて、もう一回やって。助けて。なんでテンポごと死んだ。え、死んだ、やばい、死んだんぞ。やばい、生命力吸い取られたんだけど。魂吸い取られたんだけど俺。いいっすね。あ、できた。かわいい。あ、これで。あ、選べるわ、選べるわ。めちゃくちゃある。うーん。お、なし。犯人いるか。ありがとう。にゃー。ああ、猫か。なんだ、猫か。7175、猫が金盗んでるんで、このまんま対応進めます。猫。お金に困ってるのか、猫。なんだって？めっちゃ猫だわ。最近の猫感は高い？確かにな。ご主人は何、高級な猫感を買ってくれない。うわー、確かにな。これ見逃してもいいかもしれないな。うちに来ないか、にゃんこちゃん。俺猫好きだから。逃してもいいか。うちに来ないか。え、何、猫ならしゃあねえ。何、怖い、やめて。こん中で一人だけ。あ、ごめんなさい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 、ごめん、ごめん、私だけ正気に戻っちゃった。空気読んでくれ、頼むから。はぁ、死ぬんだ俺。助けてくれー、ハユーン、ハユーン、レインさん。屋上？え、待って、向かい行きます。下、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 これ どこに下だ。え、ここだ。俺っす。え、なんで、どうしたの？いや、普通になんか、やりました。え、どこ見えないよ、ちょっと待って。そう、なんか上にね、見えてる。あ、ここか。あー、これね、絶対にな、落ちたね、屋上で。落ちてない、落ちてない、落ちてない。落ちてない？落ちてない。そんなことするわけないじゃん。え、活躍知ってる？結構頑張ってる。バカにするな、人。そうよ。結構頑張ってきたじゃん、俺たち。備えは必要かもしれない。了解です。いつでも行けます。かっけぇ。手錠、手錠外してくれ、頼むから。